オーダー受けたまわりました。まだごねているのか、我が息子よ。気安く呼ぶな。俺に親がいるとしてもお前じゃねえよ。いや、私の血がお前にも流れている。お前はジェルマ王国の第三王子だ。我がヴィンスモーク家がビッグマムと手を組めば絶大な力が手に入る。それにはシャーロット家と血縁を結ぶのが条件だが、大切な息子たちをあのイカれたババアのところにはやれん。そこで思い出したんだ、もう一人出来損ないがいたと。サンジ、お前は生贄、息子だなんてみじんも思っちゃいない。お前が海賊をやってると聞いたとき、出来損ないのお前も少しはマシに成長したかと思ったが。相変わらずでがっかりだな、ヴィンスモーク家の恥さらしが。それに所属することが俺にとっての恥なんだよ。お前たちの全てが俺の思想に反する。やれやれ、それはこの男の影響か、サンジ。イーストブルーのバラティエ、こいつの店にいたそうだな。え？まあ、お前が言うことを聞かなかった最悪の場合だ、そいつの首が飛んでもいいのか、などと脅しを使うのは。あ、抵抗せず、仲間を諦め、結婚を受け入れろ。それで全てが丸く収まる。しかし、まだのたれ死んでなかったとはな。落ちこぼれのくせして悪運だけは強えようだ。うるせえ。おかえり、サンジ。我らがヴィンスモーク家。楽しみだな、またお前と暮らせるなんて。そうだ、また昔みたいに遊んでやるよ、出来損ない。ああ、望むところだ。来いよクズども、相手してやる。俺たちのヒエラルキー、今一度確認しておかねえとな。ヒエラルキーとか言ってる時点で話にならねえんだよ。なんだこのロープは。エポールコートレット、セル、レセプション、カジキューキーソー、ジャル。おい、お前ら行くぜ。見てねえで俺を守りやがれ。なかなか楽しくなってきたよ。コリエ、エポール・コートレット、セル、ウートン・シャッター、コリエ、エポール・コートレット、セル、
クソだろ。スカイウォーセッキョ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 ーセッくたばれ！イランキュイガリネショット！ほっ！トリエス！ヒヒヒ！スタジンクリンキュイソー！ジャレ！おっちょっと！こちゃってきた！トリエエポールコートレットを見せる！ショット！セッション！トリエエポールコートレット！ニードル！ほっ！トリエエポールコートレット！セル！手に乗るなよ、出来損ない。その出来損ないにやられる気分はどうだ、そやろ。久しぶりね、サンジ。どれほど強くなったか、見せてちょうだい。トリエエポールコートレット。トリエエポールコートレット、セル、アジキューキューソー、ジャレ、おっしゃっと、ふっ、よっ、任務続行、おっしゃっと、トリエエポールコートレット、セル、おっしゃっと、トリエエポールコートレット、セル。あのサンジがこんなに強く、トリエエポールコートレット、セル、シャッター、トリエエポールコートレット、セル、トリエエポールコートレット、トリエエポールコートレット、セル、フランシェストライフ、フォアジェムはチート、フォアジェムはチート、フォアジェムはチート、残念、時間切れね。エロクソども、スカイウォー。お前の言い分は多数弱者のたわごとだ、サンジ。昔からお前の言うことは理解できなかった。王にはそうたる勝利がある。無勝利は貴様だ。格の違いを見せてやる。間違いにも拍車がかかってやがる。おっしゃっと、デセプション、威風を盾にならず、多くのプライドもなく、精神も静寂。そんなお前が俺に勝てるはずがない。思い上がるなよ、サンジ。トリエポールコートレット、格の違いを見せてやる。よっ、おっしゃった。やっ、エポールコートレット、エポールコートレット、くたばれ、イラン・キュイ・ガリネ・ショット、ぶっ飛ばして、サジ・キュー・キュイソー、ジャレ、おっしゃった、トリエエポールコートレット、失敗する、調子に乗るなよ、ちっちゃ身に染みたかよ、クソおじ。トリエエポールコートレット、もうよ、ここまで許さねえぞ、サンジの野郎。トリエエポールコートレット、おら、トリエエポールコートレット、ジャレ、よっと、おっしゃっと、さあ、点で10シュート、アンチマナーアッチ、フォアジェムはチート、フォアジェムはチート、まだ、トリエ、トリエエポールコートレット、舐めやがって、トリエエポール、アッチテーブル、ケ
ぶっ飛ばしてエポーコートレット見てろクソどもスカイウォーよっうりゃよっ行くぜディラン君ガリレッドよっレセプションよっカジキーソーギャルおーちょっとよっこぼれが無駄なんだよ。くそ、どんだけ頑丈なんだ。この程度か。サンジ。お前には人質がいることを忘れるな。これ以上反撃すればイーストブルーで血が流れるぞ。ったく、サンジの分際で調子に乗るなよ。やはりお前は出来損ないのままだな。サンジ、興ざめだ。手ひどくやられたわね、サンジ。レイジュ。なぜ戻ってきたの？二度と思い出したくもない場所へ。せっかく13年前、イーストブルーで逃がしてあげたのに。自分から戻ってきたのだから、覚悟を決めて無駄な抵抗はしないことね。さ、ホールケーキシャトーで結納が執り行われるわ。早く手当てして、支度なさい。